はーい、ふじこでーす。本日は私が白砂糖を使ってない理由についてでも語ってみようと思います。まあ白砂糖がね良くないって話はよく聞くと思うんだけど、なんで私が白砂糖をやめたのかっていうのももう忘れちゃったんだけども、要は白砂糖っていうのは私が一番よく言う理由としては遺伝子組み換えってことだよね。一般的に言われてるのはなんか漂白されてるから良くないだとか、そんな話だと思うんだよね。栄養がないからとか、砂糖から栄養を取るって感覚ないからさ、別に砂糖に栄養があろうがなかろうがどっちでもいいんだけど、でなんで私が白砂糖をやめてるかっていうと、白砂糖はサトウキビから作られてるってホームページとか調べると書いてあると思うんだけど、私にいくつかねなんか砂糖系だったかなの映画を見たことあるわけよ。で砂糖っててんさいっていう大根かなから、取られたりとか、あとコーンシロップとかさよくあるでしょ。あれはねコーンからできてるでしょ。砂糖キビから砂糖作られてるっていうのがねほぼないんだよね。でそのてんさいっていう大根とコーンは 100% 遺伝子組み換えだから、要は 100% ってアメリカで作られてるてんさいとコーンっていうのは 100% 遺伝子組み換えなのよ。で前にも言ったけど遺伝子組み換えっていうのは農薬だからね、農薬を食べてるってことね。国産のそのてんさい、まあトウモロコシもかなは遺伝子組み換えじゃないらしいから、原材料見て国産って書いてあれば大丈夫なのかなとは思うんだけど、とにかく白砂糖はやめとこうみたいな、あのスーパーで売られてる安い、よくさほら子供がいる家とかだとさ、最近はさ、あの砂糖立ちしてるとかって結構あるじゃない。あの砂糖自体のまあね健康的な害っていうのかな、なんか脳がどうたらこうたらとかっていう理由だった気がするんだけどさ、まあ私子供いないからその辺のね健康的なところの知識は疎いのよね疎いのよ。私はあのお菓子作り好きだったりとか、まあもともと甘いもの好きだしさ、まあ羊羹とかさ、もう甘ったるいものは別に大好きなわけね。で自分であのお汁粉作ったりとかあんこ作ったりとかすることもまあまあたまにはあるよね。でそういう時はまあ黒砂糖を使ってみたりとかもするんだけど、でこれがさ三温糖みたいに見えると思うんだけど、これは三温糖ではないのね。機械島粗糖ってやつで、で 100% あのサトウキビって書いてあるでしょ。で沖縄だったかな、で原材料が国産って書かれてて、であのサトウキビとしか書かれてないでしょ。でこれねあの1キロじゃないんだよね、700グラムなの、いつものね料金ね、料金ねただそこまでは高くないよ、400円ぐらいだったかな。だから普通のスーパーで売ってる白砂糖が1キロで200円ぐらいだったっけに比べたらまあ倍以上するぐらいな感じだけどね、こんなにほら使うわけではないじゃんか。まあ私の場合はあんこ作ったりするからね結構使ったりするけど、お菓子作りするとね結構使うんだよね。でほらパン作ったりとかもするから、そういう時に砂糖いるし、だから砂糖立ちは私には無理だなと思って、これさほら三温糖みたいだから三温糖ならいいんじゃないのって思うじゃない。で白砂糖っていうのはまあもちろん漂白してるっていうのはあるんだけど、三温糖っていうのはその漂白した白砂糖に色をつけてるんだよね。だから三温糖の方が白砂糖よりも体に悪い、要は色をつけてるのがカラメル色素なんじゃないかな。大概茶色い系の色っていうのはカラメル色素でつけてるよね。であのカラメル色素って何かって言ったら石油なんだよ。だから石油を取ってるっていう感じ、なんかコーラとかね石油飲んでるみたいな感じ、飲みたい時はねもういいよ飲んでみたいな感じで、私もさもうあの石油飲んでるなって分かりつつ飲んでるみたいなところあるから、ただそう思ってるとさ飲む頻度はさあの減るじゃない。前みたいにさもうガブガブ飲むってわけじゃなく、どうしても飲みたい時だけ飲むみたいにちょっと変わってくるからね。やっぱり知ってると知らないじゃさ全然違うから、だから私はもう砂糖立ちは無理だし、砂糖から栄養取ろうと思ってないから、健康被害がどうたらこうたらって言うんであればもう砂糖自体取らない方がいいと思うし、で私はそれは無理だと自分の中で諦めてるので、できれば安全な砂糖を使っていこうっていう感じで、こちらの砂糖を愛用してます。でこれはまたいつも通りねラディッシュ坊やを私は利用してるので、そこで手に入るのでこちらを買ってます。原材料を見てあの国産って書いてあることと、あとはまあサトウキビとか、原材料が意外とねいろいろね入ってたりとかするよ。スーパー行ってさ砂糖いろいろ並んでるからさ見てみたらいいと思うんだけど、原材料にね砂糖のはずなのにね砂糖以外のものがいろいろ書かれてる、謎だよ面白いよこの原材料っていうのができる
だけね、シンプルなものを、もしね、手に入らないようだったら選んだらいいと思いますよ。ってなわけで、本日は砂糖について語ってみました。楽しんでいただけてたら幸いでございます。ではまた。